ロッテ浦和工場は埼玉県埼玉市南区に所在する菓子メーカーロッテの主要工場またロッテの研究拠点としてロッテ中央研究所も併設する JR 埼京線武蔵野線武蔵浦和駅から南に約300メートルの場所に位置する工場で周辺はタワーマンションが立ち並んでいるロッテの工場の中では最大の規模で チョコレート菓子やアイスクリームを製造する工場としては日本有数の生産規模である。従業員数は700人、敷地面積は約12万9000平方メートルとなっている。2006年以降、工場の建て替え、増設が進んでおり、第1工場、第3工場が解体され、第1工場の跡地に、第6工場が、第3工場の跡地に第7工場が立地している。 1974年に建設された工場事務所旨は耐震化された。また敷地内には、チューインガム、チョコレート、ビスケット、キャンディ、健康食品等の研究開発、特定保健用食品などの研究開発、食品素材の基礎研究などを行っている中央、研究所を併設している。工場南側には、ロッテ浦和球場があり、 千葉ロッテマリーンズのの軍選手の本拠地になっている。日本国有鉄道は、最強線建設時に、工場敷地を買収し、車両基地を作る予定であったが、工場側が反対したため、川越線を電化させて、道線と最強線の直通運転を行い、道線の差し置き駅、南振り合い機間に、川越車両センターを建設して、最強線の車両基地とすることになった。 埼玉県内の代表的な工場、見学スポットとして有名であり、雑誌や番組でもたびたび紹介されることがある。対象は、小中学生や親子連れなどの団体で、見学料金は無料であるが、2週間前までの予約が必要となっている。下記などは見学者が多くなるため、抽選となる。ありがとうございます。